津市にある神社。式内社で、旧社格は、県社。正式名称は、兵主神社であるが、通常は、兵主大社と称する。兵主の神を祀る神社は、日本全国に約50社あり、演技式神明朝には19社記載されているが、その中で、名神大社は、当社と大和国穴志座兵主神社、一岐国兵主神社のみである。 2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として、日本遺産に認定される。社伝、平種大名人演技によれば、慶光天皇58年、天皇は御子、稲生理彦命に命じて、大和国安子に、八千穂子の人を祀らせ、これを、平種大臣と称して崇敬した。大御国、高穴保宮への戦闘に伴い、 稲ネ入彦命は宮に近い野郎に社地を定め、先座した。金明天皇の時代、張間別らが、琵琶港を渡って、東に移住する際、再び先座して、養老二年、現在地に社殿を造営し鎮座したと伝え、以降、張間別の子孫が神職を世襲している。また、中国の八神信仰に由来する、兵主の神を捕来人が祭り、田島国を中心に広まったとも言う。 演技式神明朝では、明神大社に弟子、自称4年には、小一位、君八等兵主大神宮の直学が送られている。中世には、兵士を、つわもの主と読むことより、武士の厚い信仰を得た。源の頼朝による神宝の寄信のほか、社殿によると、足利高氏による老門の造営があったという。また、江戸時代には、徳川将軍家から、 車両の寄進を受け、厚い保護を受けた。明治時代に入ると県舎に列せられた。平安時代後期に策定されたと言われている庭園は、国の名称に指定されている。本殿堂門庭園以下の2軒の重要文化財は、文化庁買い上げとなり、現在は、奈良国立博物館の所蔵となっている。ありがとうございます。